ミキサー一つでできるお手軽スイーツ。フレッシュな柿の果肉をたっぷり使いました。ふわっと滑らかな口どけと柿の自然な甘さが楽しめる柿プリンをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずミキサーに柿と材料 A を入れて滑らかになるまで攪拌します。器に流し入れて冷蔵庫で冷やし固めましょう。八分立てにした材料 B、 飾り用の柿を盛り付け、ミントを添えれば出来上がりです。加熱をしなくても冷やすだけで固まる不思議なスイーツレシピですよ。ぜひお試しください。